私たちのセロ引きの豪所に来てくださってどうもありがとうございます。もう夏休みも終わりですね。宿題終わりました。今日はあの宿題のことを忘れて、舞台を楽しんでください。 JT 生命史研究館ってご存知ですか？あ、知ってる、ありがとうございます。あの JT の、あ、 JT じゃない、 JR の高槻の駅の向こう側にあります。そこで私たちは毎日蝶とか蜘蛛とかカエルとかイモリとかハチとか小さな生き物たちを研究しながら生きてるってどういうことかなって考えています。私たちも生き物ですよね。で、そういう蝶の研究なんかしてると、例えばアゲハチョウのお母さんがちゃんとみかんの葉っぱに卵を産む、すごいなっていうふうに思います。そういう小さい生き物たちを見てると、私たちもそういう生き物とつながってるので、私たちがどういうふうに生きていったらいいかなっていうことが分かります。ぜひ一度いらしてください。ところで今日の宮沢賢治という人も童話を書いたんですけれども、生き物のことをよく見ていました。セロ引きの豪子も、実は豪子というのは町の活動写真館、活動写真館って映画館ですね。昔の映画館では音楽をやってました。そこでチェロを弾いていました。でもあんまり上手じゃない。それでしょんぼりしながら森の水車小屋のお家へ帰って水をごくごく飲むと、そうすると自然の中に入れて生き物たちとつながります。そこへ猫、カッコ、タヌキ、ネズミなどが現れて、豪子はそういう生き物たちから命の音をもらいます。さあ、そうやって命をもら、音をもらった豪子はどうなっていくか、これからお楽しみください。豪子は町の活動写真館でセロを弾く係でした。
どころではなく、実は仲間の学習の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。とててててて、ここからやり直し。はい。君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにしてわざと自分の譜を覗き込んだり自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。これは実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。心臓なんだ。諸君、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやってる僕らがあの鍛冶屋だの里親のでっちなんかにも負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君、君には困るんだがな、表情ということがまるでできてない。それにどうしてもピタッ他の楽器と合わないもな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ、しっかりしてくれないとね。
その晩遅く、ゴーシュはセロを背負って自分の家へ帰ってきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、ゴーシュはそこにたった一人で住んでいたのです。赤い目玉のサソリ、広げたわしの翼、オリオンは高く歌い、梅雨と霜を落とす。くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだと？これおみやです。食べてください。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った？第一、そのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。先生が毎朝この小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベジの虫を拾ったりして、昼過ぎになると町へ出て行かれるのを知ってますぜ。私はいつもその隙をついて、いやいやいや先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それよりシューマンのトロメライを弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。いや、ご遠慮はありません。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。生意気だ生意気だ生意気だ。ゴーシュは何と思ったか扉に鍵をかって、窓もみんな閉めてしまい、明かりを消しました。キュッキュッキュッ。そしてハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。ゴム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 。何を弾けと？トロメライ、ロマティック、シューマン作曲。たくさんですよ。5章ですからやめてください。
ここからいいところなんだ。許してやるぞ。先生、今夜の演奏はどうかしてますね。どうだい、具合を悪くしないかい。舌を出してごらん。少し荒れたね。出してやるよ。もう来るなよバカ。セロヒキは猫が風のようにカヤの中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっと清醒したというようにぐっすり眠りました。次の晩も豪主がまた水車小屋に帰ってきました。そして水をごくごく飲むとそっくり夕べの通りぐんぐんセロを弾き始めました。猫まだ懲りないのか。鳥まで来るなんて何の用だ。音楽を教わりたいのです。音楽だと。お前の歌はかっこーかっこーというだけじゃないか。ええ、それなんですけれども難しいですからね。例えばとこう鳴くのとこう鳴くのとでは聞いていてもよほど違うでしょう。違わないね。ではあなたにはわからないんです。私らの仲間ならと一万言えば一万みんな違うんです。勝手だよ。そんなにわかってるなら何も俺のところへ来なくてもいいではないか。ところが私はドレミファを正確にやりたいのです。ドレミファもクソもあるか。外国へ行く前にぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか。うるさいな。そら三遍だけ弾いてやるから済んだらさっさと帰るんだぞ。違います違います、そんなんでないんです。うるさいな。ではお前やってごらん。こうですよ。なんだい、それがドレミファかい。お前たちにはそれではドレミファも第六交響曲も同じなんだな。それは違います。難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。つまりこうだろ。
にしないか。もう用が済んだら帰れ。どうかもう一遍弾いてください。あなたのはいいようだけれども少し違うんです。なんだと。俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰らんか。どうかたったもう一遍お願いです。どうか。ではこれきりだよ。ではなるべく長くお願いいたします。嫌になっちまうな。していましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふっとなんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほど格好の方がいいような気がするのでした。えい、こんなバカなことをしていたら俺は鳥になってしまうんじゃないか。なぜやめたんですか。僕らならどんな意気地ないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ。何を生意気な。こんなバカな真似をいつまでしていられるか。もう出て行け。見ろ、夜が明けるんじゃないか。出て行かんと虫って朝飯に食ってしまうぞ。ガラスへ。バカだな。今開けてやるから待ってろったら。何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思って待ち構えておりますと、ポコポンポコポコンポンポコポン、ポコポンポコポコンポコポコポン、ポコ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 ポンポコポコンポポコン。こら、タヌキ。お前はタヌキ汁ということを知っているか。タヌキ汁って僕知らない。では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜてクタクタと煮て俺様の食うようにしたものだ。だって僕のお父さんがね、ご主さんはとてもいい人で怖くないから言って習えと言ったよ。何を習えと言ったんだ。
俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。それでどうするんだ？ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。愉快な馬車屋？そんなんでいいのか？ポコポン、ポンポコポン。ご主さんはこの2番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。どこが悪いんだろうな。では僕に合わせてもう一遍弾いてくれますか？あ、いいとも。弾くよ。夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てておじぎを二つ三つすると急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりしてしばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを弾いて明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなのでゴーシュはすぐ聞きつけてお入りと言いました。先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございますが、お慈悲に治してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生、
先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとはあんまり情けないことでございます。ああ、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いをしても鳴らしてはくださらないなんて、ああ、なんて不幸せな子供だろう。なんだと？僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると？どういうわけだそれは。はい、ここいらのものは病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。すると治るのか？はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちですぐ治る方もあれば、家へ帰ってから治る方もあります。あ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、わかったよ、やってやろう。ゴーシュは野ネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。お前さんも入るかね。セロ引きはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。お前そこはいいかい？落ちるときいつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかい？うん、うまく落ちた。大丈夫さ、だから泣き声出すなと言うんだ。たくさんです。どうか出してやってください。なんだ、これでいいのか。どうだったの？いいかい、気分は。ああ、よくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おい。お前たちはパンは食べるのか？いえ、もう、うん、おっ
パンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいておいしいものなそうでございますが、そうでなくとも私どもはお家の戸棚へだど参ったことはございませんし、ましてこれくらいお世話になりながら。いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ、その腹の悪い子供へやるからな。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ああ、ネズミと話をするのもなかなか疲れるぞ。それから6日目の晩でした。よかったぜと豪主に言いました。その晩遅く豪主は自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつか格好の飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら、ああ格好、あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。と言いました。
いかがでしたか。実は宮沢賢治のゼロ匹の豪種では命を音をもらった豪種にアンコールが来ます。皆さんいかがでしょうか。じゃあ豪種にアンコール。ただね、自然は素晴らしい、命は素晴らしいんですけど、今もたくさんの雨が降って小さなお友達が亡くなったりしていますね。自然は怖いものでもあります。私たちは本当に自分たちで命のことを考えて自然と上手に生きていかなければならない、そういう気持ちを込めて豪種はアンコールの曲を弾きます。
ー。